グランプリ男子 5000m B 決勝結果確定です。
秒、この人が1分15秒。さあ先頭を来たのが32番のアグネス・ムカリさん、京セラ。先頭が変わってまいりますが、集団でレースは展開。さあ皆さんご存知の田中さんがこのレースに参加しておりますが、大集団の中に入っての先頭に入ってのレース、4番目5番目あたりでしょうか。さあ先頭3番目ぐらいに剥がしてまいりました。さあ先頭は青森光さんとお寺。さあ続いて2000m を迎えます。2000m を迎えます。最初の 1000m は3分7秒。6分11秒。この時間3分4秒、若干上がってまいりましたが、さあこれから残り 3000m。先頭はアグネスさん、京セラ。さあ17番は矢田さん、伝送。15番は田中さん、トヨタ自動織機。さあ田中さんが先頭についてまいりました。先頭集団でのレース、続いては2400を迎えます。
先頭集団。さあ、その岡さんが前を狙っていくところ、3番目からずっと見せようとしていますが、田中さん、さあレースに引っ張ってまいります。先頭に出たのが田中さん、豊田自動織機、そして狩内さん、ユニバーサル、それからアドレス様、京成屋、田丸さんが三井住友海上と続いています。この4人が先頭、そして4戦を迎えます。3分7秒、3分4秒、3分4秒と刻んでみて、また4000m ペースが若干上がってまいりましたので、ここからがレース展開。15分23秒27。3着には田中さん、豊田自動織機、15分23秒87。